蜀徳川連合からの知らせは玉物前が仕組んだ罠だった。まんまと騙された英雄たちは悔しさをにじませ玉物前を完全に封印する決意を新たにする。その頃東卓軍は巨匠で炎章軍と対立していた。突如土器を発して兵を進めてきた炎章軍に対し、何ら身に覚えのない東卓軍も応戦の構えを取る。なぜ衝突しなければならないのか、理由もわからないまま両軍はすでに一触即発。戦いは避けられない状況になっていた。面白い話が聞けたぞ。炎章軍はこちらが先に攻めたと言っている。こちらの誰かが勝手に攻めたとは思えん。とすればやはり何者かに騙されたのだろう。イエーイ、炎章の言い分などに興味はないわ。わしの巨匠を荒らすとは身の程知らずが、この手で葬ってくれるわ。全てを手に入れる。トータクメ、名族に立てつくな。そうちは誇りにかけて約束をするのだ。炎章、わけのわからんこと。貴様のようなアホ、退院しよう。何しよう。炎章はいつにも増しておかしい。炎章軍の戦闘を合わせてもらおう。あれは芝将軍だ。彼なら話が通じるだろう。芝将がやられたらしの出番か。えい、ひるまず進軍せよ。自分ない働きだ。目の覚める戦ぶり、見事。エキスサード任せてもらおう。わしの出番か。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。悔しいがここは引かねば。敵将壊してやったぞ。これは少々厳しい状況だ。危ないところでした。援軍感謝いたします。
すがですが、将兵らの士気も高まりましょう。ついていろ。ああ、紹介さな。浮き座れ。浮き座れ。全軍とは助かる。狩りができたな。申し分ない働きだ。どいつもこいつも不甲斐ない。武士、奴らを止めるのだ。はっ、必ずや。攻めてきた理由は謎なの。改めて検証してみた方が良いでしょう。いや負けなどありえんわ。戦はわしらの勝利じゃ。貴様ら覚悟はできていようなぁ。落ち着いてください。いいですか。これは賜物前の罠です。罠？そいつが一体何をしたと言うんです？彼女は偽物を作れるのかもしれません。そうでもなければこんなことには。知っているか、近頃言動怪しげな者がいるらしい。それも一人や二人ではない。奴らは周りを煽り、無意味な戦へ駆り立てる。ですが本人はそのことを覚えていません。それどころか多くは違う場所にいるのです。今も剣閣で
戦乱が起こっています。おそらくこれも玉物前の策でしょう。ようわからんが、その女が悪いんじゃな。わしをたばかった罪償わせてくれるわ。では戦力をお貸しください。私と共に剣閣へ行く将が必要なのです。内乱を先導している偽物を探し出せば玉物前の居場所がわかるかもしれません。それなら私が言ってあげてもいいですよ。他の人間よりは役に立つでしょうからね。ではよろしくお願いします。急ぎ剣閣へ向かいましょう。英才教育を。事の真相を知った東卓軍の面々は怒り、玉物前封印に協力することを約束。商会に一軍を与えて加勢させることを決める。その頃剣閣の地でも同様の騒ぎが起きていた。玉物前の謀略で蜀徳川連合の英雄たちは疑心暗鬼に陥り、内乱にまで発展しつつあったのだ。徳川家康たちは商会と合流して剣閣に急行する。偽の英雄さえ見つけ出せれば事態は好転するはず。英雄たちは混乱の中へと身を投じた。これは仲間割れというやつか。ずいぶん馬鹿げた状況だな。無論普通ならばこうはならぬ。全ては玉物前の力ゆえよ。彼女の術はそれだけ完璧なのですね。私たちで偽物を見破れるかどうか。見た目じゃ区別できねえよな。一体どうやりゃいいんだ。一人ずつ話を聞いてみるか。地道だが他にうまい方法もあるまい。うん、急ぎ偽物を探し無益な争いを止めようぞ。お前は特別だ。我が力存分に振る。関羽軍の増援か。敵じゃねえって。争いに巻き込まれるのもやむを得まい。まずは関羽軍と合流し事情を聞こうぞ。覚えておけ。次は容赦しねえぞ。手が出るよ。助けていただきありがとうございます。待てよ。武勇救援かたじけない。おお、助かったぞ。この馬鹿げた混乱に沈めに来たのか。太公望殿、これは一体いかなる神でござる。ここにいる者は皆疑心暗鬼に陥っている。玉物前にたばかられ煽られたのであろうな。とはいえ戦況を落ち着かせねば話が進まない。
コーラの力で孤立している諸将を救えよ。心得申した。我らに任せられよ。すでに戦いは始まってしまっており、早う偽物を見つけ出さねば。幸い、まだ大事には至っていません。説得しない。偽物を見極めましょう。助けてくれたのね。お礼を言った方がいいかしら。近しい者同士が争い血を流し合う。この戦場はまるで地獄へね。張飛を助けたい。それなら北の投石機を使うといいわ。増援か。ありがてえ。くだらないな。どうりも後先も考えずに争うけど、このような争いをするべきではない。だが私はどうすれば。なんかもう倒すしかなくない。こうなったのって絶対あの人が原因だし。人間同士が相争うとなんと悲しい状況でしょう。皆望んで戦っておるわけではあるまい。我らの力でどうにか止めねばならぬ。出る、任せよ。救援かたじけない。全員無事助けることができたか。この混迷、どちらかが倒れねば終わるまい。西に技法を持たせた伝令兵を伏せておいた。敵陣まで導けば多少は争いを抑えられよう。拙者はこの戦の決着をつけねばならぬ。敵本陣に赴き、その真意を問いただ。さん見せつけてくれるじゃないですか。私を奮起させたかったのでしょう。
出るよ。開門せよ。今回の者、剣として決着に臨むべし。やらなきゃダメなんだ。分身のことして。君を巻き込むわけには。ぜひここにいてくれ。ふむ、私も行く。そんな面白いことめったにないしね。君は今のなんで消えた。気のせい。バカに今なんぞ尻尾のようなものが見えるな。バカに撃てろ。この芝中達こそ真の三国武将よ。これ以上は戦なきことか。おめえ何する気だ。逃がしません。あのあやかしの飛びゆく先まことの敵が待っている。なんとか争いは収まったか。まずは住みたい。脆い相手だったな。私は偽物に騙されていたのですね。お主だけが悪いのではない。観察拙者もこの戦いを止められなかった。賜物前の変化の術は私すらたやすく見抜けぬ。人の子が騙されたとて何を恥じることもない。尻尾の行方は我が戦術で突き止めてある。賜物前の行方を探る上で。おお、尻尾の行方が分かりましたか。そこに賜物前がいるかもしれませんな。これ以上彼女の好きにはさせません。見つけ出して心境のことを聞き出さなくては。不可解なのは賜物前が心境を入手した経緯。よもやあの事件に賜物前が関係しているのか。どうかしやしたか、大工場殿。いや、今は雑念にとらわれている時ではない。尻尾の飛び去った先に向け急ぎ出発しよう。やるじゃねえか。偽の英雄の正体は賜物前の尾が変化したものだった。王山城に化けていた尾は本来の姿に戻り彼方の空へと飛び去っていった。その先にはきっと賜物前がいる。未だ姿を現さないダッキもいるかもしれない。英雄たちは尾が飛び去った方角厳島へと向かった。目指すは賜物前の封印に用いる完全な心境の入手。そのためにまず賜物前から心境入手の経緯を聞き出す。宝徳たちは使命を受け
人を惑わす化粧の者と対峙する。賜物前はこの地に潜んでいる。探し出し神教入試の経緯を問わねばのう。だが簡単に口を割りますかね。いいな、ふん、そううまくはいくまい。ダッキも共に行動しとるかもしれんしの。ですがいずれにしてもこのまま放っておくわけにはいきません。その通りじゃな。これ以上人の子らを利用されてはたまらぬ。さあ行くぞ。賜物前を捕らえこの騒動を収めるのじゃ。賜物前はこの地に潜んでいる。見つけ出し、かかってきつく球を据えてやらねばどうじゃき。妖術による毒入りに違いない。東より邪悪な気が流れておるわ。東というか友人の社こそ。急いで社に向かいましょう。敵を慌てましょう。それがすごい。すぐに盛り返してやるわい。いいか、追い詰められたか。面倒かけてすまんの。とんだ失態よ。オペを煩わせて申し訳ない。おお、一段と冴えておいでですな。賜物前にこの足に化けおったか。まあよい、すぐに偽物を退治してくれよ。なんと偽物に偽物呼ばわりされようと。あやつを助けねば皆が混乱しような。一騎さんの二人する経験数が同じとは。これではどちらが本物か我らにも分からぬ。お遊びは俺の家、ひとまず解散させてもらう。でしょうか。霧に隠れるなど少子、わしならば逃げも隠れもせぬわ。ならば急ぎ毒斬りを晴らすべし。それがさすがに他の者の居場所も分かる。だって来やがれ。ここは耐え忍ばねばなりません。たとえいかなる状況であっても冷める戦ぶり見事。
神社か。
お役目は果たさねばなりませんので、これで敵も慌てましょう。どこへ隠しやがった教えてあげない。玉物前さんは大事なお友達だしね。ふん、お主が簡単に口を割るはずもない。幽閉し、ゆっくり話を聞かせてもらうかの。へっ、また旋回に逆戻り。つまんないの。それにしても玉物前はいつ心境を得たのでしょうか。はるか昔、それが鍵か。復帰殿、かぐや殿、その昔心境は誰の手にあったのです。心境は旋回の秘宝。はるか昔、旋回を滑る天帝が持っておられた。ですが天帝は殺されたのでございます。魔物との戦乱の最中、オロチの手によって。心境が行方知れずとなったのも同じ頃よ。玉物前はあの時旋回におったのやもしれぬ。ならその頃の過去に戻ったらどうです。その時代なら完全な心境があるんすよね。過去に戻るか。いや、人の子の力があれば、もしくは。よし、強き将を幾人か集めてもらえんか。その者らを連れ、わしの過去へ飛ぶとしよう。復帰様、心境を探し、天帝をお守りしてくれ。わしのせいで亡くなられたあのお方を。死の本、やるようじゃな。
足は。守れなんだ。守るべきお方を。じゃが、今度こそわしは。復帰か。王龍。